ヘルベルト・ブロムシュテッドは、アメリカ生まれのスウェーデン人指揮者。ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団、バンベルク交響楽団、シュターツ・カペレ・ドレスデンなどの名誉指揮者。NHK 交響楽団の桂冠名誉指揮者。スウェーデン人の両親のもと、マサチューセッツ州、スプリングフィールドに生まれる。父親は、スウェーデン生まれの牧師で、母親は、アメリカ生まれのピアノ教師であり、ブロムシュテッドも幼い頃からピアノに親しんでいた。2歳の時に一家は帰国するが、5歳の時にはフィンランドに移りそこで5年ほど過ごした後、再びスウェーデンに戻る。6歳頃からピアノ、後にバイオリンのレッスンを本格的に受け、ストックホルム音楽大学やウプサラ大学で各楽器のほか音楽学や指揮法などを学んだ。1949年と1956年には、ダルムシュタットで現代音楽を、またバーゼルスコラカントルムでは古楽を研究している。ザルツブルクでイーゴリ・マルケビッチに師事、さらにジュリアード音楽学校でジャン・モレルに、バークシャー音楽センターでは、レナード・バーンスタインに師事した。1953年にクーセビツキー賞を獲得し、1955年にはザルツブルク指揮者コンクールで優勝する。1954年2月にロイヤルストックホルムフィルハーモニー管弦楽団でベートーベン、ヒンデミットなどの作品を指揮して指揮者として本格的にデビューする。その後、ノールショピング交響楽団、オスロフィルハーモニー管弦楽団、デンマーク放送交響楽団、スウェーデン放送交響楽団の首席指揮者を歴任する一方で、1975年から1985年まで、シュターツ・カペレ・ドレスデンの首席指揮者の任にあった。その後、サンフランシスコ交響楽団の音楽監督、北ドイツ放送交響楽団の首席指揮者を経て、1998年から2005年まで、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の首席指揮者を務めた。ベルリンフィルハーモニー管弦楽団と2010年頃から毎シーズン共演しているほか、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団とは2011年1月26日にニコラウス・アーノンクールの代役として初共演し、ウィーンのモーツァルト週間に登場。後に定期演奏会のほか演奏ツアーやザルツブルク音楽祭にも登場するなど常連となっている。2019年7月には、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団名誉会員の称号を贈られた。2018年の時点で、サンフランシスコ交響楽団の桂冠指揮者、ゲヴァントハウス管弦楽団、バンベルク交響楽団、デンマーク放送交響楽団、スウェーデン放送交響楽団、シュターツ・カペレ・ドレスデンの名誉指揮者である。90代の高齢に至ってなお、世界中で活発な演奏活動を行っており、名誉ポストを務める各楽団の他にも、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団、ロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団、北ドイツ放送交響楽団、バイエルン放送交響楽団、パリ管弦楽団、ボストン交響楽団、クリーブランド管弦楽団や北欧などのオーケストラに定期的に客演している。2011年6月には、ライプツィヒ市からバッハメダル賞を、2014年にはスウェーデン王立科学アカデミーからショック賞音楽芸術部門を授与されている。1973年、シュターツ・カペレ・ドレスデンの来日公演の指揮者として初来日。以降、国外のオーケストラを率いての来日のほか、1981年の NHK 交響楽団への初客演以降、同楽団へ積極的に客演しており、日本においてもよく知られている指揮者となっている。なお、NHK 交響楽団からは1985年に名誉指揮者、2016年に桂冠名誉指揮者の称号を贈られている。2009年11月、チェコフィルハーモニー管弦楽団との客演指揮者としての来日公演において、東京、大阪をはじめ全国数カ所で、ブルックナーの交響曲第8番やドボルザークの交響曲第8番や第9番、新世界よりなどを指揮した。特にサントリーホールで演奏されたブルックナーの8番は大きな話題を呼んだ。2016年67回 NHK 放送文化賞を受賞。2017年11月には、ゲバントハウス管弦楽団の創立275年記念の海外ツアーの一環で日本を訪れ、楽団初演の作品を演奏した。2018年10月に自伝が翻訳出版された。弛緩することのないテンポで、無駄のない透明感のあるシャープな響きを構築する。リハーサルは非常に厳格で、オーケストラビルダーとしても一流である。N 教団員からは尊敬されるとともに恐れられている。指揮者を目指す前の学生時代に、バッハに関する論文を2本執筆するほどその音楽を敬愛しているほか、ベートーベン、ブラームス、ブルックナー、シューベルトなどの独王系作品をレパートリーの中心とし、大規模な合唱曲にも手腕を発揮する。また、自らが北欧出身ということもあり、シベリウスやニールセン、ステンハンマルなどの北欧系レパートリーも演奏会や CD で積極的に取り上げている。シュターツカペレ・ドレスデンの首席指揮者時代にはオペラも手掛けた。現在はコンサートのみの活動である。ニールセンの演奏は同曲の決定版として評価が高い。ありがとうございます。